はい、おはようございます。今日は3月18日金曜日ですね。朝5時20分の相場解説になりますけども、今日は1時間足だけでね、ちょっとお話していこうかと思います。お話しする点は2点です。1つは、投資家さんの心理ですよね。で、2つ目はセカンダリートレンドって話をしようかと思います。ご覧いただいている図の中で大きなヒゲを出しているところがあるじゃないですか。これですね、119円を超えたポイントなんですけども、私自身も120円まで維持するポジションを、随分前にね、確定したよっていうのはお話した通りです。で、直近で1時間足でエントリーしたポイントと、あと追撃で取ったポイントがあるっていうのもね、全部買いですよ。買いで取ったっていうのもお話した通りなんですけども、今四角で囲んでいるこちらの方で、119円を超えた時にね、私は今まで考えたことを全部、一括して、ここで決済したわけですよ。120円まで待たずにね、決済したんですよね。で、それが今回他の上級投資家さんと同じ判断だったよっていうのが、このヒゲに現れているっていうのに感づく人はいるでしょうか。私はね、それがよくわかるので今お話しております。このヒゲってのは何かっていうとね、私と同じようにこれ120円まで行くんじゃないかなっていうふうに考えていた方や、119円を超えたらピタリと決済しようと思った方の全ての決済がここで一気に起きてるってことなんですよ。このヒゲでですね、上昇はしているんだけども、でも多くの方が資金を引き上げた、要するにドル買いを円に変えた、もしくは円買いをドルに変えた、だからこれが起きてるんですよ。で、多くの方が私と同じようにここで決済したんですよ。上級投資家さんが自分の口座に入れてるしっかりとしたお金をね、ポジションに変えて、そのポジションを決済したからこれが起きてるんですよ。っていうのが分かります。もうしつこいぐらい言いますけど、それを一つ捉えたところで、もうね、ここで利確した投資家さんはほとんどのポジション、もしくは全部のポジションを撤退してますから、ここから基本的にね、ポジションを持つことはしばらくないんですよ。だから買いの圧力が一時的に弱まっています。で、よく分かってない方が、よく分かってない方がね、買いに走って、その買いの分だけ、含み損を抱えてきた方がチャンスと思って決済するから、中級投資家さんですよね。そういう方がここの2つのヒゲを作ってるんですよ。で、その中級投資家さんもいなくなったんで、あとは損切りの方がこういう風にセカンダリートレンドって言ってね、一時的な売りの流れを作ってるんですよね。これもロスカットが多いです、ってのが分かります。もちろんね、この辺りでポジションを取った方が決済してるっていう売りの流れも多少あるんですよ。多少ありますけども、現実としては、あ、これすごい上がってるなと、買いのサインがずっと出てるなっていうふうに明確に分かった時に、資金投入した方は基本的にはもうこのね、この矢印ですよ。上級投資家さんが決済した大きなヒゲが出てるっていうのを危険だと思ったら入っちゃダメなんですよ。で、次の流れで中級投資家さんが利確を遅れたね、中級投資家さんがここで利確して、ああよかった、利確できたみたいになってるわけです。ってことはもうね、上級さん中級さんはいなくなってるんで、結構ね、初級の方ですかね、この上がった流れを見て今更入る人が損切りになってるってことなんですよね。でもね、超上級の方っていうのはそれを見越して、この119円で巻き返しが起きた一つ目の流れ、そして中級投資家さんが作った2本の売りのヒゲを見て、こっから初級の投資家さんが本当に間に合ってないところで買いを入れてくるなっていうのを狙って、決済をね、どんどん仕掛けてきてるんですよ。超上級の方がね、もしくは新しいポジションを売りで立てて取ってるんですよ。だからこれ売りの圧力が一時的に強まってるんですよね。で、そういう方が小銭をね稼いで初級投資家さんの損切りを誘って、それを全部利確に変えてるわけなんですよね、反対側で。で、今度はその利確の流れが大きくなって、損切りをせざるを得なかった初級投資家さんが枯れてきたんで、いなくなってきたんで、またね、今度は買いの圧力の方が強まってきたんで、セカンダリートレンドが終わって、こういうふうな上昇の流れができてるわけですよね、っていうふうに読み取れると相場は見えてきたなってことなんですよ。今日私がお話したことね、ちょっと拡大してもう一個お見せしましょう。今の図を拡大したのがこれですけども、大きなヒゲ、上級投資家さんがこぞって
決済したところです。これはね、119円を超えたから、あ、120円まで待たずにここで決済しちゃおうっていうふうに、まさに私が説明した通りのことをね、多くの上級投資家さんが思ったんですよ。で、後追いで入ってきた方がこういうふうにいるんですけども、まだ上昇するんじゃないか、120円まで行くんじゃないかと思って、後追いで入ってきたが、今度中級投資家さんのね、餌食になったんですよ。中級投資家さんは、ここで、あ、しまった売り損じたと思ってポジションを浮かしてるんですよね。で、その方が、あ、もう一回流れが来たから、今回は、119円もしくは119円の直前で決済しちゃえって感じで、まあ、そこそこの利益を取ってね、退場していくわけですよ。そうなると、今度は、もう、買いのロングポジションが溜まってませんから、売りの圧力の方が強いわけですよ。そこに、初級投資家さんが仕掛けてくるんで、その仕掛けてくるラインがこの辺りにあるんですよね。118円の815とかの、この辺で買った人はみんな含み損もしくは、ロスカットを食らってアウトになって、こういう風な流れが、だからできてるんですよね。で、損切りの人がいなくなってきたんで、買いポジションの今度はまた圧力を増してきて、こう上がってるみたいな感じですよね。もしかしたらもう一発ぐらい、これがあるかもしれませんけども、まあでも、こっからは、基本的にね、回復して、買いの圧力の方が強くなっていくんじゃないかなと。それを判断するのが、もう一回ここなんですよ。119円の、まあ、切り板で言ったら115ですね。ここを超えたら、もう今度は買いポジションばっかりが強くなるから、改めてここで、私たちは、買っていきましょうと。まっさらな、今ポジションがない状態ですけども、改めて新規のポジションを119円から仕掛けていって、とりあえずは120円を目指していきましょうっていうのができます。はい。いやー、ということでね、これからの展望もお話しましたんで、今日は言い残すことはありません。うん、今回の動画はですね、もう超上級編とは言いませんけども、まあ上級編ですね。しかも上級編の放送でありながら、中級編の方と初級編の方にもきちんと伝わる内容でお届けしました。ここまで緻密な相場解説はなかなかないと思いますが、実は、まあ、日に日にこういうのがね、重なっているってことなんですよ。毎日ね、ヒゲの意味っていうのは説明しませんけども、今日はとっても重要なんで、しかも理想的な教材になるようなヒゲヒゲセカンダリートレンドが出たんで、もうお伝えしました。ヒゲで上昇はあったんだけども、そっからセカンダリートレンドですね。セカンダリートレンドっていうのは全体的には上なんだけども、一時的に下がっているここだよってことですよね。はい。じゃあ以上でございます。ありがとうございました。